こんにちは。新種読書会の宮沢です。今日も哲学雑談をしていきたいと思います。ウ、え、ィ、ー、ートゲンシュタインの論理哲学論語を、えー、続けて、使って雑談してます。えー、今日は2-014です、えー。英語の訳で Objects contain the possibility of, the, of all states of affairs. オブジェクトコンテ i ンザポ y ビ f ティオブオールステイツオブアフェアズ岩波文庫版の日本語訳では対象は全ての状況への可能性を含んでいるということですオブジェクトっていうのは近くできる物体とか動作感情の対象目的目標という意味ですもともとの意味はオブオブっていうのは前にっていう意味があるそうですジェクトっていうの投げる 前にな、<laughs> 前に投げられたもんですね。まあ、自分が掲げる目標とか、自分が近くできるものとか、えー、何か動作や感情の対象になるもの。これはオブジェクトって言うんですけど、これは抽象的ですごいわかりづらい。ですけども、えー、私がオブジェクトってことでちょっと例えにあげたいのは、以前もちょっとメルマガ限定音声で話したことあるんですけども、 えー、野球の日本シリーズですね。野球の日本シリーズをオブジェクトとして考えたいと思います。えー、セ・パ両リーグの優勝し,た優勝して、まあ、今はフライマックスシリーズもやってますから、そこで勝ち上がったチームが、まあ、日本一を決めて、えー、先に4勝した方が勝ちだっていう。えー 7試合、7試合制の野球のゲームなんですけども。まあゲーム、オブジェクトってマージャンでもテニスでもサッカーでも、勝負ごともオブジェクトになります。ね。まあその試合自体がね。まあ目的とか目標ですね。目的とか目標ってのはゲームがあってそれに勝つっていう目的とか目標があるとすると、それがちょっとこの、あの命題を考えるときにわかりやすいんで、 えー、まぁ、あ、すべての状況への可能性って何なのかっていう例えとして日本シリーズを挙げたいと思います。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、日本シリーズっては先に4勝した方が勝ちなんですね。私、落合博光さんの「采配」って本を読んでて、なるほどなと思ったことがあって、えー、これ250ページに書いてあるんですけども、この「采配」ってダイヤモンド社から出てるすごい売れた本なんですけども、えー、日本シリーズっていうのは、 あの、最高14試合までできるわけですね。7000までは延長12回。延長12回までやって引き分けならば、まあ、あの、今年はコロナでまたルールが変わったそうなんですけども、コロナの影響で。まあ、一応、えっと、2018年のルールだと7000までは延長12回ですね。だから7000全部引き分けるって可能性もあるわけですよ。そうすると発生、第8000以降は回数無制限で、えー、やると。 で、4勝するまでやるわけですから、最高14試合までやる可能性があるってことですね。ええー、ということです。で、まあでもみんな考えないわけじゃないですか。ななないですか7戦全部引き分けるなんてね。不足の事態。ええー、で、7戦まですべて、まあこの落合さんは、あの、 以前ですね、7戦まで全ての試合が引き分けになったらどうするのかって質問したことはあるってですね、えー、その野球の協会だがに。えー、で、そんなことないと。日本野球機構のスタッフに聞いたら、何を言い出すんだっていう、そんなこと起こるわけねえだろうって扱いをされたってことを書いてんですよ。だけども、全ての状況への可能性を含んでるってこれはどういうことかっていうと、 まあ、ルールがあればですね、先に4勝して、7戦まで延長12回で引き分けがあるっていうことからすればですよ。あのー、日本シリーズの全ての状況への、日本シリーズって対象が持ってる可能性としては14戦まで戦うっていうことですね。そこまでの状況が起こり得るってことですね。でそこまで考えるのかっていう問題ですね。まあ、哲学、 だとそこまで暇人がやるもんですからね、考えるってことですね。起こり得ないことも考えると。自分の、その思考の幅を全ての状況への可能性まで及ぼしていくってことを、まあ、極論ですよね。これは、まあ、落合さんも極論から物事の本質を見直した方がいいってことをここで書いてんですけども、極論、起こり得る極論っていうのはあるわけですよ。でそこから逆に、 対象を見直すって、対象の本質を見直すってことですね。これすごい哲学的なことだと思いますね。でこんなこと何の役に立つんだっていうことあるんですけども、この目的とか目標っていうのは我々生きてる間に自分で目的とか目標を立てるわけじゃないですか。例えば、えー、野球やっててね、ヒット、まあ打率3割打ちたいとか、まあお金を稼ぎたいと年収1000万になりたいとか、 一応資産10億円にしたいとかね。<laughs> まあ、なんかある、もっと簡単か。毎日焼肉が食べたいとかね。えー、海外旅行に行きたいとか。えー、好きな人と付き合いたいとか。いろいろ目的、目標。これもまあ、オブジェクトになるわけですね。このオブジェクトを考えた場合、そ,それに対して起こりうる全ての状況への可能性というのを考えてるかってことですよね。 かまあまあ、漠然とした目標を抱いて、えー、それに対して全ての状況への可能性があるって考えて、えー、日本シリーズは第14戦まで起こり得るんだみたいなことを頭の中で考えてシミュレーションしてんのかって問題が、やっぱり私あると思うんですよ。でプロになればやっぱ全部考えてるってことですよね。えー、一般のアマチュアの人とかお、起こり得ないことは考えないっていうことが、 まあ、起こりうる可能性はあるとしても、現実的に起こらないだろうと思って考えないってことですよね。で、そういうふうに、自分の思考範囲を自分で狭めてるっていうか、それはどういうことかというと、対象を捉えてないってことですよね。対象を捉えるっていうのは全ての状況への可能性、そこに含まれてる全ての状況への可能性を吟味、吟味するってことですよ。吟味するっていうとあれですけども、 えー、よく考えるってことですねで。やってんのかって問題ですよね。やってないからさっさと諦めるってことですよ。で考えもしないからやらないってこともあるんですけども、あのー、そのことを私はちょっと思うんですよね。まあし、まあ、お仕事でも、まあ、学生の方だったら勉強してることでも、これが将来何の役に立つのかっていう、目標がないのに勉強したってしょうがないわけじゃないですか。 えー、例えば、弁護士になりたいっていう目的があったとしたら、ま、まあ、弁護士に受かるための勉強だけして、弁護士になっても仕事がないっていう人もいるわけですね、おそらくね。医者になりたいと思って医学部行ったけど、医者の適性がないっていう場合もある。それは、なりたいっていうのは目的化してたけど、なった後の目的をどうやって作るのかって問題ですね。えー、でも、々にして、その、司法試験に受かりたいとか、 医学部に入りたいっていうだけが目的化してて、その後のビジョンというか、その医者になった後の目的、まあ、弁護士になったんなら多くの困ってる人を救いたいとかね、弁護士になって、先生先生って言われて、社会的ステータスを得て、金持ちになりたいとかね、いろいろあると思うんですけども、 それを考えた場合の全ての状況への可能性ってのは何なのかってことを考えてんのかってことですね。考えてないと、まあ、その考えてない状況で何をやるのかと逆になっちゃいますよね。まあ虚しいってことは何か物事が虚しいと世の中が儚ないとか、仏教的な無情感というか常なるものはないなと思うっていう意識は 逆には、まあ、日本シリーズに行ったけども戦いたくないっていうかあのもう家で帰って寝てたいってことになっちゃいますよねだからその私はまあ自分に言い聞かせるとですよ何か目標とか人生における目標とかですよ例えば私で言えばそのチャンネル登録100万人を達成したいってなればその 100万人っていう対象に対して全ての状況の可能性を考えなきゃいけないですよね。あの、それを目的とするんだったら。まあ、100万人達成してる人と、達成してる人はなぜ達成したのかってことをか。よくよく考えなきゃいけないってことですね。えー、他人の100万人達成してる人の研究をしなきゃいけない。えー、歌がうまいとかね。 あの面白い企画を立ててるとかえー、なんかそういうことを自分のものにしていってスク,スクリーニングっていうかそれを真似してですよ、えー、やっていかなきゃいけないっていう問題が出てきますよね漠然と毎日コンテンツをアップしてて100万人になるってことはないわけですよそれは100万人になるっていう対象を考えてないからただ漠然と同じようにコンテンツあげるっていう単なるルーティーンっていうかやってる感だけですね つまんない仕事やって、何の意味もない仕事のための仕事みたいなことやって、やってる感だけ出してても、その、目標、目標目的にはいかないわけじゃないですか。あの、ね、年収1億円になりたいって言って、あの、ハローワークで仕事を探すってことないわけですよね。ハローワークで探す仕事じゃ1億円にならないですから、どっかでバイトしたって年収1億にはなんないですよ。ってことは、普通に、 雇われて働いて1億円稼げる職業、職業を探すが、えー、まあ別のやり方であの1億円稼いでる人の研究をして、その全ての状況の可能性を考えなきゃいけないと。あの近所のコンビニでバイトして、あの1億円、年収1億円になり得るのは無理ですよね。それは全ての状況への可能性を考えてみれば無,無理なわけですよ。あの に雇われてお金稼ぐっていうのね限界がありますからねでそういうことを対象が全ての状況への可能性を含んでてその対象の中に不可能だっていうことが分かってればまあやらないわけですよねでそのぐらいその自分の生きる目的とかに関してよく批判なり吟味なりしてんのかって問題がやっぱりあるなと思いますえー まあ、漠然と <laughs>、漠然と目標を掲げてなんか漠然とやってるケースが圧倒的に多くて、えー、何も達成しないと。あるいはその対象、夢とか目標自体を忘れちゃうってことが起こり得ると。毎日ダラダラ過ごしちゃうと。だけどこの、まあ目標を引き下げてね、す、え、べ、ー、ての状況への可能性。 えー、年収1億円はまあ無理だろうから、とりあえず年収500万目指してみようみたいなね。そうすれば、やりようがありますよね。今働いてる仕事で300万しか稼げなかった、稼げないとしたら、あと200万副業をやるとか、あのー、具体的にほら、落とし込んで考えるようになりますよね。そ,その上でその、まあ、ダブルワークできんのかとかね。自分のその、体力とか、能力とか、えー、そのこと、 全ての状況への可能性っていうのを吟味し始めますよね。でそういうことを、まあ、考えてるわってことですね。で考えてなくても、なんとかなってるケースはこの世の中圧倒的に多いんでしょうけども。<laughs> あの、それじゃまずいっていうか、あの、物事を考えるってことは、そういうこと全部全ての状況への可能性、対象に含まれてる全ての状況への可能性を考えなきゃいけないと。私はとりわけその政治、政治的な、 出来事に関して全ての状況への可能性っていうのを考えなきゃいけないと思いますよね。この前、そら、あの、キャピトルヒル、アメリカの国会議事堂に、ほら、デモ隊が入っていっちゃったことあるじゃないですか。起こり得るんですね、ああいうことはね。デモしてるうちに警備が薄くて入っていっちゃったと。まあ、一説によると、わざと中に入れて、ああいう運動してる人を、あの、世論で叩くために、まあ、誘導して入れたんじゃねえか説もありますよね、陰謀論もね。 でまあそれももしかしたらあるかもしれないですね。あの国会議事堂に人が入るっていう出来事を対象として考えればこれをどういう世論形成に使うかっていう全ての状況への可能性が出てきますよね。ということはまあ統治してる側はその全ての状況の可能性を常に考えてるっていうか、えー とということです、ね、まあ、今、新型コロナが蔓延してるってのもありますけど、新型コロナが蔓延してるって対象は全ての状況への可能性を含んでますよね。えー、それによって、もう出勤しなくなって全部テレワークに変わるとか、えー、まあ、医療、医療ってものの考え方が、医療って対象が変わるってことですよね。えー、遠隔医療できるようになるとか、また、あるいはそのワクチンっていうのは何なのかって問題ですね。 あの新型コロナが脅威があるから、国民すべてにワクチンを打たなきゃいけないっていう義務を負わせるっていうことも、可能性としてありますよね、まあ、私はそんなに打ちたいと思わないですけども、インフルエンザの予防接種はっしないですから、まあ、あの一切そういう、まあ、ちょっと私の中でした方がいいっていう思いになればやり,やりますけども、納得がいけばですよ。 えでももうぜひ明日にでも打ちたいと、ワクチンがあるならすぐにでも打ちたいって人は自発的に打つでしょうけども。えー、でも、その、行政がね、それを国民に、あの、強制できんのかって問題ありますよね。でも強制できるって状況を作るって可能性もあるわけじゃないですか。だからその、政治的問題が起こったとき、まあ、ショックドクトリンってことはありますけども、ナオビクラインの。災害便乗型、 資本主義って言うんですけども何かそのみんながショックになってる状態で大々的に今までできなかった政策やっちゃうってことがあるわけですね。えー、それはコロナにおいてはその GPS で全部人間の移動を管理するとか、えー、人間の健康状態全部あのビッグデータにして解析するとかね、えー、そのコロナって対象が 含んでる可能性っていうのは、そういうとんでもねえ監視社会みたいなのが <laughs> 生まれてくる可能性を含んでる出来事になっちゃってると。えー、国会議事堂に、あのー、デモ隊が入ってくっていう対象も、えー、これもその、なんだろう、一部の過激化した、その政治団体をすごい監視のもとに置く口実になるってことですよね。 そういうことを考えれば、何か起こった時に、その起こった出来事って全ての状況への可能性を含んでるってことですね。そういうふうに捉えると、これ結構頑ンなのある言葉だなと、まあ私は思いました。ということでした。えー、今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。サポート登録よければお願いします。雑談コンテンツなど、アーカイブは最近はアップしてます。190円から、えー、登録できます。 ペーパールかクレジットで確か決済できると思うんで、えー、よければお願いします。あとチャンネル登録も最近増えないんで、チャンネル登録してもらえれば嬉しいです。えー、あとグッドボタン押してほしいです。メルマガ登録等もよければしてください。以上です。